いや、皆さんおはようございます。今ですね、出社したんですけれども、さっきコンビニでですね、もうこれを買わないと始まらないということで買ってきました。先日ご紹介した、南アルプスの天然水スパークリングレモンですね。もうね、これが本当にうまくてですね、絶対うちに 3,4 本常備されています。もうそろそろですね、 Amazon の、 定期お得便みたいなやつあるじゃないですか。その指定した間隔で自動で届けてくれるみたいなやつ、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とか、もうあれでね注文しようかと思ってるぐらいです。しゃあ、もうこの何がいいってね、この炭酸飲料ってだいたい一口二口三口目ぐらいでね、もう満足するんですよ。その後なんてもう惰性で飲んでるようなもんですから、いかにこの開けた時の一口目二口目三口目ぐらいまでを美味しく飲めるかっていうのがすごい大切なんですよね。で、これは先日もご紹介しました通りですね、水でございます。水0キロカロリー、タンパク質、脂質、炭水化物0、ナトリウム0ミリグラム、正真正銘の水でございます。その中に、レモンの果汁をちょびっと入れてあるっていうだけなんですけども、この一口目、二口目、三口目ぐらいまでがですね、もう普通の砂糖入り、果糖とか、そういう甘いもの入りの炭酸飲料、炭酸水と全く同じわけではないんですけど、もうほぼ同じ、ニアリーイコールです。というわけでいきます。一口目、うまい。はい、砂糖とか入ってないわけで、砂糖っていうか果糖、砂糖でもいいのかな、ちょっと違うと思うんですけど、入ってないからね、甘みはないんですよ。甘みはない。その飲んだ後に喉越しとか、その舌の上にちょっと残った時にほんのり甘みが来るとか、そういうのはね全くないんですよ。もう炭酸水の炭酸のシュワーっていうその感じと、レモンの風味、香りと、ちょっとの酸味ですかね、酸っぱいのがスッと来てフッて引いていくんですよ。なので甘さという意味においては全くないんですけども、炭酸飲料の爽快感みたいなものはバッチリなんですよ。で、むしろこっちの方がその爽やかさがアップします。その後味とか、まあ、甘すぎる炭酸飲料もあるわけで、その甘さが皆無なわけですから、もうね、爽快感においてはこっちの方が勝ってるんですよ。まあ、一口目とか言って僕3ごっくんぐらいしましたけど、もうこんな減ってますね。もうね、あともう一回飲んで半分ぐらい飲んだら、炭酸飲料なんて本当にもう満足するわけですよ。その炭酸飲料のシュワシュワ感が欲しい、シュワシュワしたい、喉越しをシュワシュワさせたいみたいな、喉越しをシュワシュワさせたい、まあ意味が分かんないんですけども、そういう欲求が出てきた時に半分ぐらい飲めばね、本当満たされます。で、その後なんてもう何回もさっきから申し上げておりますが、もう惰性なんですよ。炭酸飲料なんて、炭酸飲料なんて惰性です。もう勢いで飲むみたいなもんですから。なのでそう考えた時に、まあコカ・コーラだとか、僕があんなに大好きだったコカ・コーラとか他の炭酸飲料だとですね、ちょっと甘ったるい、しかも炭酸が抜けてくると爽快感もなくなるわけで、そうなったらですね、シュワ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 しない、むしろ甘くない方がいいですよね。普通のちょっと炭酸の入ってる水ぐらいの方がね、飲みやすいです。で、これはその何ですか、有機レモン果汁をちょびっと入れておりますので、香料とかで雰囲気付けとかじゃないので、まあ、レモン水、ちょっと薄いレモン水ぐらいで飲めるわけですよね。もうだからね、もう南アルプスの天然水スパークリングレモン最高、最高です。ダイエット中とかでですね、炭酸飲料、コカ・コーラとか、あと何ですか他によく飲むやつって、僕大体コーラしか飲んでなかったんですけど、まあ、三ツ矢サイダーとかもありますよね。あとなんだろう、まあそういう炭酸飲料を飲みたいけど飲めない、糖分多くて飲めないっていう方はね、もう絶対これを飲んでください。またアップバンクが捨て間してんじゃないかとか言われそうなんですけども、まあ今から言うこと冗談ですよ。今から言うことはすっごい冗談なので、皆さん信じないでほしい。テロップでも冗談ですって出してほしいんですけども、むしろ捨て間させてほしい。素晴らしいよこれは。ステマっていうか、普通に商品をですね、もう1年分とかドカッといただいて、もう毎日飲んでるみたいなね、動画とか撮らせてほしいですよね。
365本プレゼントしてほしい。それでこの動画をご覧になっているご覧くださっている方の中から抽選で、300万人様に1年分プレゼントとかね、もうそういうことやってほしいですね。サントリーさんお願いします。それぐらいですね、これハマってしまいまして、まあ、まずはですね、そんなプレゼントとか無理だと思いますので、僕が自分でですね、Amazon 定期便とかで買ってですね、もう毎日常にこれがある状態にしておくと、そういう状態から、スタートフロムヒアしたいと思います。というわけでですね、この前回これともう一つの方を飲み比べてですね、まあ僕はこっちの方が好きかなと言ってずっと飲んでるんですけれども、本当に飲んでるんですよ、かなりあ、でもう一ついいところがあって、これ水なわけじゃないですか。水なんですよ。だから夜ですよ、歯磨きをした後にもう何も食べられないし、なんかお酒とか甘いものもちょっと飲めないな、そのまま寝るだけだなみたいな時で、ちょっと喉乾いたなっていう時、水とかお茶飲んでたんですけども、やっぱりね、炭酸が飲みたいですよね。飲みたい。炭酸飲料好きな人は寝る前とかお風呂上がりとかにザバって上がってゴッキュッゴッキュッゴッキュッってしたいわけですよ。そしたらですね、これ砂糖入ってない、甘くないですか、水ですから。水、炭酸とちょっとのレモンが入った水なわけですから、歯磨きした後でもね、飲めるんですよ。僕それがね、かなり気に入っておりまして、夜僕シャワー浴びる時に歯磨きするんですよ。だからもうシャワー浴び終わったらですね、まあ、何も食べないし、甘いものとかお酒とか飲まないことにしてるんですけれども、これはね、飲めるんですよ。これはだって水だから。いやー、いいですね。特に風呂上がりにですね、これ一口二口飲むともう最高ですよ、最高。というわけで皆さんですね、かなり私この南アルプスの天然水スパークリングレモンに惚れ込んでおりますので、ぜひ皆さんもですね、飲んでみてください。特にダイエットとかしてないし、糖質制限とかもしてないよという方でもですね、ぜひご賞味いただきたい。本当にうまい、水ですから。でこれを飲んでるとですね、本当に別に、まあ、飲みたいなって思う時もあるんですけど、別にコーラとか三ツ矢サイダーじゃなくてもいいや、別にこれでってなってくるんで、まあね、あれ本当に何ですか、角砂糖何十個分とか言われてるぐらいですから、まあそんな飲みすぎちゃ良くないわけですよね。1日1本とかあったら別にいいのかもしれないんですけど、ね、1日2、3本とか飲んでるとかなり糖分過多だと思いますので、まあ、こっちの方がいいわけですよね。これね、最高でございます。ぜひ皆さん飲んでください。南アルプスの天然水スパークリングレモンでした。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。